もうね、騙されないということでね、これは星4かなと思いますね。ということでね、スカディさんがね、出るまでもっと目回していきたいと思います。まあ、ただね、星4ギルガメッシュのせいでね、若干心は折れてるところですね。まあ、ただね、あと270連はね、できるから、まあその間にね、きっと出てくれるでしょう。星5霊装ですね。ヘブンズフィール、こちら星4ランサーの、ちょっと見えなかったですね。でここでもう一回ヘブンズフィールということでね、なんか石を使ってからというもの、星4のサーバントとか星5霊装がね、やたら出るようになるというね、不思議な状態になっています。予備封の時はね、そんなに出てないなって感じがするんですけどね。まあね、あと790個あるんで、ガンガンね、回していきたいなと思います。これ記念のやつですね。ここでまさかのね、黒聖杯が来てくれるということですね。あとね、3枚ぐらいあれば貫通できるかなってところですね。カレスコも欲しいんですけどね。ここで一回ね、調整の爆死を入れておきます。星4のね、概念レースはもう貫突できるぐらいまでは溜まってます。ここでまさかのですね、黒聖杯を手に入れるということでね、どんどんね、黒聖杯が出る感じになってますね。でね、なんか流れが来てる感じがね、するんですよね。ここで、まあ、星5霊装が来て、でこのバーサーカーが、ね、ヘラクレスなんですよね。これでフォーグレベルがね、上げられるかなってところです。さらにね、アベンジャーが来るんですよね。でこちらがね、ヘシアンロボという風になっています。なんか石を使い始めてからね、本当にバンバンいろんなキャラがね、出るような感じとなっています。であと670個なんでね、まあ、200連ぐらいはできるかなってところですね。で、まあ確定が入るんですが、まあ星4かなと思っています。ただですね、こちらスカディさんがね、やっと来てくれました。で結局何連回したかっていうと、130連で来てくれてるわけですね。予備封の70連ぐらいと石のね、60連で来てるはずなの でこれはね、非常に運がいい方で、もっとね、爆死されてる方もたくさんいるという感じになっています。で今回はね、黒聖杯とか、まあ、星4サーバントもいっぱい出てるんでね、石を使った回はあったかなっていうところになっています。ということでね、スカディさんのコメントだけね、流しておきたいと思います。
で、まあ、こちらのスカディからね、いろいろ情報は出てると思いますが、単体にね、NP を 50% チャージできるということでね、周回に必要なキャラクターになるかもしれないっていう風に言われてますね。でこちらがね、絵の方になっています。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それではバイバイ。